IWJ です。IWJ、はい、どうぞ。東京オリンピックのですね、不正送金疑惑に関してお伺いしますと、昨日の報道によりますと、賞金会の水野主理事と信友事務局長はですね、共にですね、シンガポールのコンサルタント会社、ブラックトレーディング社との面識はなかったとおっしゃっています。大臣は16日の予算委員会でですね、ブラックトレーディング社については、電通から推薦があったと答弁されていますけれども、実際の契約交渉ですね、賞金会のどこか、誰が担当したのか、ご存知のことあれば。はい、これ2つの段階に分けてお話をいたします。1点目はですね、フランス当局が捜索中とありますから、我が国としてもできる限りのですね、やっぱり協力というものをまずは任意でねしていただきたいと思います。これが1点目です。もう1点は、竹田会長も、JOC というか関係者自らがですね、第三者の外部の層、弁護士も入れて調査チームを作って報告しますと明言されましたし、委員会でおっしゃったわけですから、私は それをですね、まず見守りたいと思います。やっぱりまず招致委員会に関わった当事者自らが、まさしく第三者の外部の弁護士も入れてやっぱり調査をし、疑念を持たれるものではないと最初から武田会長もおっしゃっておられますし、私もそれを信用してますけれども、ただこういう疑いを持たれている以上はできる限りお答えすべきだと思います。すみません、もう一つお伺いしているのは、その契約にの中に、守秘義務条項というのがあるらしいので、これはやっぱ契約でしょうから、そういったものにも配慮しながらですね、直ちに全てをこう情報を明らかにすることはできなくても、できる限りやはり疑念を持たれたことについてはお答えしていく必要があると思っています。以上です。あ、給付型奨学金に、はい、まあ、文言を含めた評価と今後の取り組みについて、2つか3つぐらいの論点でお話をします。1つ、給付型奨学金を創設する必要があるというのは私の持論であります。これが1点目です。2点目は、一億総活躍プランの文言が出ました。これを受けて、与党自由民主党公明党においてもですね、文言を受けての調整というか、党内手続きがあると聞いておりますので、その与党の動きを私自身見守りたいと思っています。3点目は改めて申し上げます。私は国会答弁でも何度も4つのハードルということを申し上げて、私自身が財務当局であったり国民に対しても説明責任があると思っています。1点目は同世帯の、ね、働いている若者と大学に通っている若者と同世代における税の公平性と分配の公平性、モラルハザードを起こしてはいけないという認識はあります。これ1点目。2点目は財源、おそらくこれとセットで出てくるのは対象をどう絞り込むか、そして4点目はこれもモラルハザードに関してくると思いますが、給付のあり方、給付の仕方、この議論のやっぱり詰めていかなければいけないと思っています。まあ、これを申し上げた上でさっきの話に戻りますけれども、やはりもうそうですね、もう中学生ぐらいですかね、将来の自分の仕事とか進学について意識をし始める頃は、高校3年生になって初めて給付型奨学金とか無利子奨学金とか有利奨学金という知識が入って慌てるものではないと思っています。
まあ、やっぱり中学生ぐらいになりましたらですね、自分の家庭の経済状況も踏まえ、進学したいのかしたくないのか、できるのかできないのか、どんな勉強があるのか、世の中にはどんな仕事があるのか、こうやっぱり観点においてですね、やっぱり経済的負担があって進学を諦めざるを得ないという子どもたちがいるんではないでしょうかというのが私のずっと問いかけでありました。そういう観点から私は限定的でありましても給付型奨学金の制度を創設する意味があると思っています。